平野さんには事前にヘアユーウウントにちなんで今年中にしたいこと望んでいることベスト3をお聞きしていますのでではフリップのめくりをお願いいたします,いいす、ね、2024望んでいることはいこれです何でしょう <laughs> 新しい植物を買うですねなんか最近すごい植物にはまり出しまして なんかもともと欲しい飼ってみたいなと思う植物があったんですけどそれをメンバーの神宮寺にプレゼントをしてもらってそのクリスマスプレゼントで交換会をしたんですけどそこで神宮寺がそれをプレゼントしてくれてなんかすごく今、はまってますねなんか毎朝ちゃんとご挨拶させていただきますしあの植物さんの方にもなんかすごい僕のお家に今3つあるのかな 3つ大事にしている植物があってなんかそれをこうどん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 増やしていってなんかゆくゆくはジャングルみたいにしたいなって思ってます昔は植物の何がいいんだろうって思ってたんですけどなんか年齢を重ねるとともになんかその植物の奥の深さっていうのをなんかすごい感じてきてなんかすごいその,その子の特徴であったりとかなんかそういうのを見ながらこうお水あげたりすると本当になんか。 わかんないけど子育てしてる感覚になってきちゃってなんかすごい新しい植物また違う性格の子だったりとか全く違う環境に置かれてるこの植物を飼ってみたいなっていうのはありますねもうなんか擬人化してしまってるのがもう伝わってきますしすごいもです可愛がってらっしゃいまとこう 幹が太いんですよ、僕の飼っている植物はだからなんかその水分をそこでこう触って確認する植物なんで朝「おはようございます」って言ってちょっとプニプニして仕事に行くっていうのが今日課になってますねさあでは続いて第2位まいりましょう、はい、お願いします第2位はこれですねナンバーアイの3人でで旅行でございます海外とかは3人で旅行っていうのはないですね はい、お仕事で行かせていただいたりとかもあるんですけどどうなんですなんかメンバー間で今度行きたいよねとかどこ行こうかとかって話したりされるんですかいや、話しますね、結構話すんですけどやっぱりこう休みを取ってもやっぱ3日とかなんですよ、でも3日で行けるところってやっぱかなり限られちゃうんで、本当に1泊2日、あ1泊3日あ あれ 2>, <に>2泊3日とか,か飛行機で結構取られちゃうじゃないですか十何時間とかだから近場しか行けないんですよ割とこうアジア圏とか、うんうん、だからもうちょい休みを取ってちゃんとこう海外の方も行きたいよねっていう話はしますねじゃあなんかこう事務所でこう相談していただいてこうマネージャーさんからじゃあたっぷりあるよってお休みいただけたら3人で行くとなるとどこに行きたいあります、はい 俺はもう今植物にもう乗っ取られてるんでジャングルに行きたいですジ <laughs> ジャングルジャンンググルルに行きたいですねだからなんか割とこう絆も深めたいのでやっぱりそういうちょっと過酷なところに行きたいですねやっぱりこうマネージャーさんがいたりするとやっぱりちょっと頼っちゃったりとかちょっと次のご飯屋さんちょっと調べておいてくれないとかそういうのもこう自分たちでやんなきゃいけないもう何ならご飯屋さんもないぐらいのところちょっとなんか捕まえるかとか。 そのぐらいの環境下において絆も深めながら楽しい旅行ができたらなと思いますどっかで誰かカメラ回しとおいてくれませんかねまあ多分僕か神宮寺だと思います <laughs> それははいなんで回しておきながらはい岸君のすごい多分とんでもない行動を映しながら旅したいなと思います1位の発表です、はい、お願いしますお願いしますこちらこそこちらでございます コンサーートツアーです、ね、おーこれはファンの皆さんも待ち望んでるんじゃないかなと思いますがそう,そうですねもう本当に2024に望んでいることの1位はもうすぐ出てきましたねもうコンサートツアーかなーって思いましたねやっぱりこう僕がやりたいっていうのもそうなんですけどやっぱりこうナンバーアイとしてもやりたいですしやっぱりこう待たせてしまっているファンの皆さんもたくさんいらっしゃると思うのでそういう方々にもこう早く会いに 行きたいですしなんか直接こう、コミュニケーションを取りたいなと思いますしなんかそこでこう進化した僕の髪の毛の艶感にも生で見ていただけたらなっていうのいろいろありますね。本当に